10月21日葛西区民館で葛西おしゃらく保存会50周年記念公演が行われました。おしゃらくは明治の方々が伝承してくれまして、その方々に手ほどきを受けまして、保存会が作れたと。若手といたしましては30代上は80代もおりますんで、幅が広くやっております。今日を糧にこれからも何十年も一生懸命精進するつもりでおります。皆様方のお力も頂戴したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今日はありがとうございます。こうした貴重な文化をですね、文化財として東京都あるいは江戸川区のですね指定を受けてですね保存ということに努めてくださっているわけでありますけれども、これから将来に向かってこの大切な大切な郷土芸能をさらにですね発展的に残してくださると、そういうふうにですね確信をしているわけでございますけれども、藤本会長さんはじめですね保存会の皆様方に心の底から敬意を表しまして、私のお祝いのご挨拶とさせていただきます。葛西おしゃらくは東京都と江戸川区の無形民俗文化財に指定されています。今年50周年を迎えた保存会は、その保持団体としてさまざまな場面で活躍しています。おしゃらくは江戸時代の踊り念仏を起源としており、祝いの席や祭りに花を添える歌と踊りの郷土芸能で、華やかな衣装を身にまとい、地域の情景などを含む伝統の歌を味わいのある節回しで歌い、合わせて踊る姿は地域の皆さんに親しまれています。代々受け継がれてきた貴重な伝統芸能をいつまでも後世に残していきたいですね。